こんにちは、Kファームです。今回はこのレギュレーターを交換しています。もともとこうやってついてたんですけれども、これ搾乳室ですね。ここがこんな感じなんですけれども、このレギュレーター、ここのこうやってついてて、牛乳を送るこのホースの中に牛乳残ってるんですけど、それをエアでいつも飛ばし、中最後に送るためにこのレギュレーターで送ってたんですけれども、これがここのこの部分のパッキンがもう下手って、もうこっからエアがかなり蒸ってて、それで交換することになりましたね。ちょっと業者の方に相談したら、これはここのパッキン変えるより、このレギュラーごと変えた方がいいよって言われて、で交換しようと思って今ちょっとやってる最中ですね。でちなみに新しいレギュレーターはこちらの、新しいのいいですね、太陽っていうメーカーのレギュレーターですね。でちょっと相談したら、3つじゃなくて1つの方でもいいんじゃないかってことで、次からこんな感じになりますね。これもともと結構に、ここエアも蒸ってるのもあったんですけれど、水とかも結構溜まっちゃってて、それでもう新しいのに変えた方がいいんじゃないかって言われて変えますね。フィルターレギュレーター、で基本的にはこちらからコンプレッサーでエアが入ってて、こっちから空気を出すっていう感じですね、これ中に別に今ちょっとゴミとかあってあれなんですけど、中は綺麗なはずですね。で下から溜まった水とかは出てくるっていう仕組みになってます。これここもホースつなぐところはあるんですけど、うちは多分このまま、もともとこうやって何もつないでなかったので、今回もこの下は一切つながないでこれでつけていきたいと思います。こんな感じですね。これ今ちょっとサイズが違うので、取り付けの金具も今加工してきて、それでつけていきたいと思いますね。一応これ両サイドのホースがこれとこれですね。それでは一旦ちょっと用意します。
コンクリートドリルだから、なんかコンクリートドリルやなんてあるかな。普通のドリルと違いそうだね。開くかどうか、ゆっくりといこう。普通のドリルは無理だ、うん、やっぱり振動欲しいんだね。ちょっと待ってね、こっちか、うん、こんなドカブができないよ、ドライバーみたいになるとまっすぐでもできない。はい、これで一応設置は完成しましたね。でこれから今コンプレッサーのスイッチ入れてやってみたんですけれども、メーターが上がってこなくて、ちょっとこれ今ダイヤルを調整してるんですけれども、なんか最初どっちに回していいのかよくわからなくて、ちょっとうまくいってなかったんですよね。これで今閉める方にやるとエアが
通ってくるって感じになりますね。まあこの黒いのを上に上げて、それから右回りにするとこうやってメーターが上がってきます。で一応 0.5 ぐらいのところにセットしといて様子見るって感じですね。それではこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録やいいねよろしくお願いします。コメントも待ってますので、それでは失礼します。